零下70度の環境での生活はどんな体験なのだろうか。シベリアのヤクート共和国は 40% を超える国土が北極圏内に位置する国家である。ここは世界で最も寒い村で、年平均気温は零下50度で、冬の最も寒い時、気温はさらに零下70度まで下がる。このように極端な環境で、現地人はどのような生活をしているのだろうか。朝7時、キリルは家族で最も早起きで、彼が最初にやることは暖炉に焚き木をくべることである。寒い冬、家々は必ず24時間焚き木を燃やし、部屋内をいつも暖かく保つ必要がある。火を起こした後、キリルは貯蔵室に入り、壁一面の氷のブロックから一つ取り出し、桶に入れてそれが溶けるのを待つ。これは家族の1日の生活用水で、零下50度の天気だと、水道管は全く使用できない。氷はヤクート人の冬の主な水資源である。11月中旬は温度が適しているので、村人らは電動の小切りで30センチメートル厚の氷に割る。川に氷のブロックを切り出して家に運んで保存するが、寒い室外は天然の冷凍庫だ。この時、キリルの妻は家族のために朝ごはんを準備している。彼女が作っているのは、ヤクート伝統の生クリームである。寒いので、果物と野菜は保存ができず、乳製品が現地人の最もよく食べるものになったのである。朝ご飯の準備ができ、息子のアリアも起きなければならない。アリアは今年9歳、当地の小学3年生で、学校の規定では気温が零下54度以下でなければ、学生は通常通り通学しなければならない。今日の温度は零下40度で、ヤクートの冬ではまだ暖かい方だ。この時、キリルが準備した氷はほぼ溶け、アリアが顔を洗うと家族で一緒に朝ご飯を食べる。油脂を含まないブリヌイと生クリームは高カロリーの食べ物で、玄関の中体にエネルギーを与えることができる。出かける前、アリアは自覚的に服を着込み、保温パンツ、フリース、ダウンと、中も外も3重に重ね体全体を包み込む。村全体は狭く、アリアと学生らはいつも歩いて学校に通う。冬の朝は寒風が骨に染み、少し歩くと、彼のまつげにはもう氷の結晶がつく。家から学校までたった10分の道のりだが、アリアはやはり体中が凍える感覚である。今日は8人が通学したが、ヤクートの小学校は1日5時間しか授業をしない。子供たちは学校でロシア語、英語、サハ語の3言語を学び、ロシア語はシベリアの共通言語であり、サハ語はヤクート人の民族言語で、チュルク語族に属す。2つの授業を終えると学校の食事の時間となり、今日のメニューはリンゴと卵である。定期的に食事をとることは子供たちにとってエネルギー補給をする最も良い方法である。学校の体育は子供たちが特に好きな授業で、遊牧民族の体育は間違いなく独特である。授業内容は狩りと大釣りで、大自然と密接に触れ合う。午後2時に1日の授業は全て終わり、アリアと友達らは一緒に帰宅する。世界中各地の子供と同様、放課後の帰り道の売店は拒絶できない。天気が寒くても、彼らが大好きなのは、やはりアイスクリームである。帰宅すると、アリアは家業の手伝いを始める。村の大部分の人は牧畜、狩りあるいは手工業に従事している。キリルは職人で、中学生の時技術を学び始め、今では現地で少し有名である。普段は刃物、食器で生計を立て、キリルは普段アリアにも技術を教え、彼を連れて一緒に精錬、鍛造する。父の仕事を手伝うほか、アリアはさらに焚き木を運ぶ重責を担う。ヤクートの冬は寒くて長く、1年のうち9ヶ月が冬なので、木材の需要が特に多く、冬は1人平均60立方メートルの木材を燃やさなければならない。姉が市内の大学に通ってから、家の仕事は完全にアリアに任されている。彼は小さい頃から手伝いを始め、今はもう完全に手慣れている。午後にはまたエネルギー補充の時間がやってきた。今日のテーブル上の船は、キリルが川から取ってきたものだ。この料理はアリアの大好物で、その中で最も美味しく最も栄養のある部分は腹の卵である。アリアは一口食べればまた続けて一口食べ、全く止まらない。息子がこんなに大好きなのを見て、キリルはすぐさま午後にまた取りに行くことに決めた。狩りと漁は、現地の重要な日常食品源で、ヤクート人が必ず習得すべき生存技術でもある。キリルはタガネで氷の表面に穴を開け、網を中に入れて左右に振り、魚がいるか探す。アリアも見よう見まねで、数時間後には本当に多くの魚を捕ることができた。アリアは父と氷釣りの時間を堪能し、氷の上に立ち大自然とのつながりを感じることができた。この地球上で最も寒い村は、常に厳しい寒さに耐える必要があるが、勇敢なヤクート人はすでにそれに対処する方法を学び、そして心からこの大自然の壮大さを楽しんでいる。